させてもらったものね。入金が確認できればまた明日もお話できますからね。ご利用ありがとうございました。ミクが受けたまわりました。通帳。ご無沙汰しております。介護施設対応の園崎です。この度再開のめどが立ちまして、それでまだ施設の方お決まりでなかった。あ、この間。あ、そうですか。うわ、はい、欲しいわね、はい、とんでもないです。もうちょっと早くご連絡できればよかったんですけど、はい、ではまた何かありましたら。はい、はいはい、ではまた近い日に、はい、失礼します。ごめんください。失礼します。大久保さん、もう他の施設利用してるって。こっちも仕方ないわよね。もう1年も経ってんだもの、うん、おはようございます。おはよう。おはよう。あ、所長、俺は今から外回ってきますんで。今日は網浜団地の方かな。はい、あの辺り前にデイサービス利用してた方たくさんいますから。そんなに強く勧誘しなくていいからね。まずは再開のお知らせと、いつでも待ってますとお伝えして。そうそう、そういえばそういうのって男女の関係と同じだね。え、なら任せてくれよ。俺そういうの得意だから。いや、そうでもないと思うけど。え、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。ハルちゃんね、俺そんなすごいね、ハルちゃん。男女の関係って。こんにちは。こんにちは。ここの団地は高倉のじいさんだろ、静江のばあちゃんに、右左だってばあちゃんいたっけ。それ相田さんが。あ、しかも左右だし。ダメダメ、こっちじゃないよ。どれの家だ。してるとでも言いてんのか。そうよ。だったらもうちょっとも楽しそうにして遊べや。わかったか。はい。兄貴、お待たせ。お盛り付け終わりました。こそバカやろお前、出てくんじゃねえよ。ごめんなさい。サービスだよ。おう、なんか文句あんのかこら。ああ、任侠道、弱きを助け強きをくじき
命を捨ててでも義理人情を貫く。俺はそんな本物の極道になりたかった。お互い様で。お、りょうたくん、今日も遊びに来たのか。うん。え、そうかそうか、はい。トゥ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 。ありがとう、おじいちゃん。今度はな、飯食ってけ。うん。え、今度来る時まで店がありゃいいけどな。バカ野郎、つまんねえこと言ってないんだな。早く行けよ。うるせえよ。おじいちゃん、バイバイ。母ちゃんによろしくな。さあな、こんなんどうでもいいだろう。ありがとうございます。よろしくお願いします。絆の制度化を目指す、うん、絆の制度化を目指す市民の会です。ご協力よろしくお願いします。1 2 3 4 5 6 6。はい、変えますよ。はい、1 2 3 4 5 6。どうぞ。りょうた。ママおかえり。ただいま。だるまさんが転んだ。正直驚いてます。これほどまでに状態が安定するとは。記憶障害は今後も続くでしょうが、コミュニケーション取れる時間があればご家族にも励みになるかと。一番の要因は彼女の精神力の強さでしょうね。伊達に社長やってなかったってことか。すいません。分かってるよ。彼女には強い思いがあるんです。思い？強い思いを持つことは認知症治療にはとても大事なことです。彼女が頑張れるのは多分あなたのおかげです。俺が？彼女いつも言うんです。あなたをその真っ当な道に、普通の道を進ませてあげたいって。すいません、立ち入ったことですが、その思いが彼女に力を与えてるんだと思いますよ。あれ、おかしくなっちゃった。あれ、1、2、3、1。やってみる。バカ野郎、タバコ吸ってくるわ。あの、これどうされますか。会議でお願いします。しかし手際が良すぎじゃねえか。1週間もほっとかれたのに。あ、
発見されてからすぐ業者が引き取りに来るなんて、まるで死ぬのが分かってたみたいだな。ちょっと全部おばが自分で予約してたんですよ。予約？ええ、遺品の整理だけじゃなく団地の契約解除や重ね手続き、無縁墓地の契約まで全部です。まあ本人が気を使ったんでしょう、周囲に面倒かけないように。あの、差し出がましいことですが、遺骨を引き取ってもらうことはできませんか。無縁墓地じゃ静江さんがかわいそうです。用事も違うし、まあ、本人が決めたことですから。なんだあいつ、本当に親戚かよ。いいから。安心ふれあいコール、典型的な孤独死ですね。そうです、静江さんみたいな独居老人をクレジを出してはいけないと思うんです。施設にも通えず家族も友人もいない方に限定してサービスを提供するんです。コミュニケーションを電話だけで済ませるのではなくて、ちゃんと面と向かって。いやだけど、人でも予算も足りないし。その点はご心配なく、めぐるまケアマネージメントがサポートしますので。おー、インテリテメ久しぶりじゃねえか。お久しぶりです。新しいサービスのことを相談したくて連絡したんです。早速ですがご紹介したい方をお連れしました。どうぞ。失礼します。絆の制度化を目指す市民の会、米永と申します。あ、そのだけです。米永さんは孤独死無縁社会の専門家です。今回の試みに賛同していただきました。よろしくお願いします。早苗さんですか。素敵な名前ですね、ひらがなで。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、ほら。けじめは必ず私がつけますから、今回だけは勘弁してください。けじめ取るってどうしてくれんだ、おっさん。お望みならば。いらねえんだよ、てめえの指なんかよ。金だよ、金。金出せっつってんだろ、この野郎。兄貴。お、保護者がお見えになったで。皆さん、こんばんは。おい、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 頭、おめえは行かなくていいんだよ、これ。どういうことだよ、これは。どうもこうもありませんよ。日本橋さんとこの若いのがうちの島うちでしのぎかけてたんですけどね。どういうことなんですかね。本当か。でもこの辺りはもともとはうちの島で。もういいか。去年うちとハヤブサで手打ちして、うちの島ってことで決着ついただろうが。で、うちの損害どうしてくれんですか。このまま戦争を始めるわけにもいかないでしょう。ねえ、頭さん。中村、なめんなよ、おい。中村。分かった。金は出せ。それで文句ねえだろ。さすがは穏健派で知られる頭だ。やっとんだてめえ、女の子。やってくれ。開け。
やめろ！やめろ！ハイレスの組はみんな不満抱えてます。あいつの奴ら好き放題やってますから。会長はどう思ってるんでしょうかね。相変わらずだ。放送は絶対許さないって、そればっかりだ。ここのとこよく思うんですよね。彦一さんがいたらどうするんだろうって。日本橋極道辞めた奴の名前出すんじゃね。先の道もせちがれんな。どこどけれ。待ってください。こちらの話も聞いてもらえませんか。れってんだよ。ただで立ち退いてくれと言ってるわけではないんです。もちろん生活も保障して。金の問題じゃねえんだよ。ですがこのままじゃこの商店街の未来は。こんな女当の昔からねえよ。え、客はいねえさ、後取りもいねえんだよ。残ってんのは年寄りだけだよ。だからってな、こんなチャラチャラしたもんに協力する気もねえんだよ。また伺わせていただきます。二度と来んじゃねえ。失礼しました。もうサボってねえでもゲームしろよ。間違ってたらすいません。六本木の翼彦一さんじゃ。まさかこんなところで会えるとは思いませんでしたよ。あんた確か新宿あたりの組にいたよな。ええ。それが今じゃ大企業の社長かよ。細々とやらせてもらってますよ。じゃあいただきます。うん。でも意外でしたよ。極道から足払ったなんて。六本木の彦一さんといえば背中の彫り物見たやつが三日三晩桜の夢にうなされるってくらいの人だったの。昔の話だよ。でもなんか嬉しいな。いや自分もチンピラから仇になった口なんで。ああそうかい。ああそういえばこのお店もお隣さんの持ち物じゃ。ああラーメン屋広げようと思って買ったわいいが、跡取りの息子が死んでそのまま放置してたんだとよ。相手からねぐらさせてもらってんだよ。彦さん、ぶしつけなことで大変恐縮なんですが、それならちょっと手を貸してもらえませんか。え？立ち退きの件です。お隣さん意地張ってますけど、実際にはお店も相当厳しいようですし、あともう一押しだと思うんですよ。説得してもらえませんか。チャリもしっかり払いますし、なんならもっとマシな住処ご用意します。帰んな。聞かなかったことにすっからよ。もう家借りてる俺がよ、家主立ち退かすなんておかしな話だろ。そんなこと分かんねえよ社長やってんのが。おっしゃる通りです。あ、じゃあ自分はこれで。いやー毎日暑いですね。うん。あ、すいません。どうもごちそうさまでした。失礼します。では今日中に127,000円の振り込みをお願いします。確認でき次第またご利用になれますからね。はい、ありがとうございました。あのすいません、袴田静江さんの個人データが消えてるんですけど。袴田、ああ、亡くなったみたい。え？
最終月の料金が未払いになってる。やり逃げだよ。電話。ありがとうございます。安心フレアコールのミクが受けたまわります。立花さんですね。こんにちは。あれどうしたのミクちゃん、元気ないみたいだけど。大丈夫ですよ。立花さんはお元気にしていましたか？うん、そうだね。今日は天気もいいし、ちょっとだけ散歩もしたから。うん、そうそう。それでね。もしもし、立花さん、どうされましたか？あ、ごめんごめん、ちゃんと聞いてますよ。うん、それでね。うすかよ。こんにちは、介護施設太陽の美空春菜と申します。今度一人暮らしをされてる方と交流するための活動を始めまして。そういうの私苦手なんで。すみません、もう本当に終わりますので、できる限りお手伝いさせていただきますから、この冊子だけでも読んでみていただけませんか？マザーテレサは人生の 99% が不幸だったとしても最後の 1% が幸せなら。よろしくお願いします。皆さんなかなかガードが硬いですね。こんなんでめげちゃダメよ。根気よくやりましょう。はい、春菜ちゃん、これ。ああ心配ね。そういう無縁ビジネスとか貧困ビジネスって最近は暴力団が介入するケースもあるみたいだから。暴力団？何度も予選だ。抗争は絶対に許さねえ。けどこのままじゃ下の門が収まりません。和室に潰されるの指くわえて待ってろって言うんですか？その時はお前に組織預けた俺の見込み違えってこった。会長お言葉ですが、頭は必死で若い衆を収めているんです。若い衆も頭の気持ちを汲んで苦しい中耐えているんです。そうだ親父、リコちゃんのせいじゃねえ。黙ってろ、下っ端が口挟んでんじゃねえよ。あのな、俺は親父と会話してんだ。親子の会話してんだ。お前誰に物言ってんだ。もっとよく考えてから喋ろ。泉、とにかくうちから仕掛けることはねえ。頭、そのことを忘れんな。どうした？景気の悪い面してよ。なんでもねえよ。なあ、普通の仕事ってなんだ？は？普通の仕事だよ。やっぱ普通ってのはサラリーマンとか教師とか警察官とかすんじゃねえか。さてのどこが普通なんだよ、バカ野郎。なんでバカ野郎。まあ宮遣いしてる連中と俺たち自営業者とは違うわな。まったくだ、おかみから何の補助もねえんだよな。てめえの腕だけで勝負してんだからよな。それでシャッター商店街じゃシャレにもなんねえな。バカ野郎。あんたらも変わってるよな。ここ売り渡しはそれなりに金もらって悠々自適だろ。そんなもん望んじゃいねえよ。てめえの生まれた家でお前くたばってなんか問題でもあるのかよって言うんだよ。何の問題もねえよ。孤独死、孤独死で多いのは離婚したり妻や家族と死に別れたりとそれぞれの理由で一人暮らしをする高齢者。私たちは今なお明らかにされない孤独で悪かったな。大きなお世話だ。来て。えいちゃん、
愛情込めて作ったからよ。いやらしい顔すんじゃねえよ。おう、あの人調子ご飯だ。ぼちぼちだな。そうか。頭がじきじきになんのようだよ。近くまで来たから寄っただけだよ。そっちの経験はぼちぼちだな。仕事じゃねえか。変わるもんだな、人間っていうのは。あ、昔はもっと尖ってて近寄りがてえ目してたろ。邪魔したな。おい、なんか話あったんじゃねえのか。ボタボタしてんだろ、わしと。だったらどうにかしてくれんのかよ。早く持ってってやれよ、飯冷めちまうぞ。バカ野郎、もう冷めてんだよ。家に帰る。話して、落ち着いてください。話してよ。離れた、落ち着いてよ。ママダメ、話して。お家はここです。今日あるんですか？ううん、もともとホームレスの支援をしてたの。それから孤独死の問題に。天涯孤独で路上生活をしている人の中にも最後ぐらい誰かに見取られて死にたいって人がたくさんいてね。うん、それに同じように孤独に生きている人が身近にいるからかな。それって誰だろう。彦一さん。ああ、やってるみてえだな。どうしたんですか、亮太くん。やってるみてえだな。早く下ろせ。どうしたんですか急に。着いたぞ。ほら、家に連れてきてやったの。おかえりなさい、羽鳥さん。さあ、行きましょうか。全面禁煙ですよ、ここ。あんたここの新しいヘルパーか。いえ、あ、申し遅れました。
私絆の制度化を目指す市民の会。めんどくせえからいいわ。ママ、お部屋だよ。悪いな。降りる？ここが家だって言い出しやがったよ。いいんですよ。あれからずっと羽鳥さんのお世話を。まあ、そんなとこだ。そうですか。お待たせ。よし。ナンギ、今夜は泊まってくれよな。バカ野郎、お前ガキみたいなこと言ってんじゃねえよ。でも、羽鳥さん喜ぶと思いますよ。どうせ入居者もいないから手がガラガラだし。それにヘルパーさんも足りてませんしね。なんだよそれ。俺やんねえかんな。ああ、まあ固い話は抜きにして、どうでしょう、歌でも。なんでだよ。所長、ほらまず乾杯でしょ。え、なんか下心見え見えだっつうの。そうだそう、下心。あ、そうか、まあ、じゃあ乾杯しようか。乾杯。じゃあ歌うよ。オラは死んじまっただ。オラは死んじまっただ。オラは死んじまっただ。お前らにはここで働いてもらう。ヘルパーとしてな。ヘルパー？これからこの国は老人だらけの国になる。その老人相手にビジネスを成功させた奴が天下を取る。その道をエキスパートが必要だ。誰だって年は取るんです。あなただって。俺はな、その前にくたばってみせるよ。てめえ！バスタル縮め！やめろよ！その手間のこっち来るよ！てめえ！どーっと逃げ！待てて、ね、てめえ！てめえ、一生後悔されてやろうか！こいつてめえ、こんなところで証明してんじゃねえよ！よく眠れました。ああ、おめえのこれのいびきで寝れたもんじゃねえよ。すいません。おめえよく毎晩あんなやつと寝れんな。何言ってるんですか。寝てませんよ。あの、すいません、あの、袴田静江さんの証拠がここでできるって聞いたんですけど。どうぞどうぞ、こちらです。こうすね。コーヒーとかジュースがよかったら持ってきてやっから。何でも言えよ。ずいぶん優しくしてくれるのね。てめえ、
記憶戻ってんならお前言えよ。ごめんなさい。ふざけんなよ。私またわがまま言ったみたいね。気にすんな、いつものことだろ。ああ今日は気分がいいわ。頭もすっきりして。ねえもう一つわがまま言っていい？しばらくここにいてもいいかな。あ？そうか、よかったじゃねえか。そこなら一緒に住めんだろ。まあ次いつ気が変わるか分かんねえけどな。おこれよ、今までの家賃と世話になった分で。おい貸すとき言ったろ、商売じゃねえんだからいらねえって。そういうわけいかねえんだよ。だからいらねえって何でも言わせんなよ。ああ本当にもう。おさんどうしたんだよ。いやただ寝不足だよ。無言電話ってやつかな。もう夜中にひっきりなしに電話かかってきやがってよ。出るとすぐ切りやがんだよ。いやいやか。そうな。知ったこっちゃねえよ。まあ黙ってりゃそのうち収まるんだろうよ。おいそれよりよ、これお前さっさとしまえよ。こんな金があんならよ、これなんか買ってやんなよ。やらしい顔すんじゃねえよ。いろいろ世話になったな。またいつでも来いよ。店がありゃな。バカ野おめえ飲んだ。なんかよかい。話をしに来ただけよ。いや俺の娘だよ。息子だけじゃなかったのかよ。こいつはそれが合わなくてな。東京にねマンションを買ったの。小さいけどお父さんの部屋もあるから。俺なんか気にする前にな、天使でも見つけたらどうだ。病気にでもなったらどうする気。そんなに同居してんならよ、お前が帰ってくればいいだろう。私が仕事辞めて客もいないこの店継げばそれで満足。そうだよ、昔から家ってのはな、そうやって守ってきたんだよ。違う、お父さんは家族よりも家が大事なのよ。だからお兄ちゃんも戻ってきた。それでうるせえ。俺はなここを離れる気はねえんだよ。話終わったらとっとと帰れよ。無言電話？変な言いかかりつけるのやめてくださいよ、彦石さん。うちはこうやって表通りで堂々と商売させてもらってるんですよ。いくらなんでもそんな姑息な真似はしませんよ。それにもし仮にうちがやってたとしても彦石さんにとやかく言われる筋はないと思いますけどね。だって彦石さん足洗ったんでしょ。足洗った時点であんたの背中の桜は子供の追いかけと変わんないんですよ。おい
頼むよ樽川さん。とにかく手荒なまねだけはしないでくれねえか。頭上げてくださいよ彦石さん。これは数百億のビジネスなんです。落ちぶれたヤクザさんに頭下げられてもどうにもならないんですよ。松宮建設の社長と会食だったよ。はい、二国亭のうなぎを予約してあります。本当好きだなあの社長はうなぎが。気持ちで始めたんです。時給も良かったし、相手の顔は知りません。その方が感情移入しないで済むからって経歴だけ渡されて。だから昨日初めて見たんです、静江さんの顔。最悪ですよね。年金生活してる人から毎月高い料金取って平気な顔してたなんて。バイトは今日で辞めるつもりです。あのよ、辞める前にちょっと頼まれてくんねえか。おい、今日も帰っていいぞ。失礼します。失礼します。ちょっと待ってくれ。ないですよ。待っててね、エリモちゃん。
お願いします。日本橋これぐらいにしとくか。何言ってんすか。あんた早間栄の若頭だろ。みんなあんたを小石らならここの新しいサービス受けんじゃねえか。この会社電話でぼったくった挙句に葬儀の手配までしてやがる。無縁ビジネスを悪用した典型的なケースですね。少しぐらい顧客引き抜いても罰当たんねえよ。さすが兄貴、ほんと助かるね。兄貴もヘルパーに戻ってくれて。てめえ何すっとぼけたこと抜かしてんだよ。いけてねえな。おい、これよかったら読んでくれ。こんにちは皆さん、ちょっとよろしいですか。最近ご家族と一緒にご飯食べてらっしゃいますか。食べてません。そうですか。詳しいことあの緑の姉ちゃんに聞いてくれ。今回はあちらの太陽さんと私緑のお姉ちゃんが一緒に協力して、つまり6000万支払ってますよね。時間の価値も忘れてしまってね。しまらこういうやつが後ろに伸ばして持ち上げてます。太陽っていう施設があるんだけど、そこだと電話じゃなくて直接ヘルパーの人が来てくれるから。立場が早くですか。解約の理由は使用料金への不満、取り立ての厳しさが主ですね。でも一度にこんな大量にやめるわけがないだろうよ。何か原因があるんだ。すぐ調べろ。わかりました。新しく独居老人専門サービスを始めました。バカをしてひいちゃん、皆さんのご協力をお願いします。よかったら読んでくれ。指が男並みなんだよね。でも羽鳥さんならどう。やらしい顔してんじゃねえよ。よかったね。どうか揃ったか。お前らも知ってる通り日本橋の兄貴のとこがやられた。これ以上黙ってても拉致が明かねえ。和室は徹底的にぶっ潰す覚悟を決めるか。赤石青山、はい、お前らは俺の指示仰いで和室工業に貸し取れ。しょうがない。お前工藤と一緒に和室のとこが目かけてる雀荘に貸し取れ。万が一一人で亡くなられた場合に発見されないということがない環境づくりでもあるんです。はい、何でしょう。あのその太陽には入居することも可能でしょうか。一人だと
何かと不便なもので。ご安心ください。太陽は高齢者専用賃貸住宅の登録もしておりますので、入居することも可能です。何か困ったことがございましたら、ヘルパーの皆さんがお手伝いさせていただきます。フラー兄弟の面倒が見られない、そのような家族は増えてます。でもまだまだ新しい出会いはたくさんあります。気にすんなよ、よかったじゃねえか。息子と東京で一緒に住めんならよ、ね、俺も嫁さんとの最後まで分かって守りたかった。分かったよ。徹底的に言わせれよ。ハヤブサの報復か。上等じゃないか。誰が勝手に日本橋んとこに勝ち込みやがった。ああ何聞いてんだよ。頭、うちにはいませんよ。うちは十分潤ってますし、喧嘩する意味ないでしょ。そうっすね。戦争して得するのは奴らの方ですから。どういうことだ。島内荒らしたのは奴らの芝居ってことか。頭、このままやり返しても奴らの思うつぼです。ここは自分に任せてもらえますか。じゃあ木村さん、まず2階の個室を見ていただきましょうか。あ、行くでいいですよ。ただいま戻りました。おかえりなさい。太陽が生き返りましたよ。おお、よく来たな、小原さん。おお、来たな、痛かったぜ。おじいさん、久しぶりだな。井上さん、見てくださいよ。これ全部取引先？サラリーマン人生の証みたいなもんです。ずっと仕事一筋でやってきましたから。かっこいいわね。私ここで名刺交換なんかしたことないから、もう憧れちゃうわ。あ、取れた取れた取れた、頑張って。あ、工場から。ああ、やった。今日はイカサマしてないのに。何イカサマって。よし、兄貴を取るぞ。歩きたい。ああ、不思議ね。ああ、最近どうしてこんなに気持ちが穏やかなんだろう。よかったじゃねえか。その黄色いシャツのおかげかも。お似合いね、そのシャツ。ああ、そうかい。じゃあ着続けるか、ずっと。あのよ。ん？何？
おい、もう帰んぞ。え、何、何、いいか、探しましたよ、彦一さん。ずいぶん舐めた真似してくれましたね。何のことだよ。ダメ、大丈夫だ。大丈夫じゃねえだろ、とぼけあって、うちの客はやぶさに流しやがって。お前何のこと言ってんだよ。何よあなたたち。いいから座ってろ。何が敵になっただ。てめえまだ看板しょってんだろ。待って、お前組は関係ねえんだ。おめえもはやぶさもまとめて一緒にぶっ潰してやるよ。付き合ってるのねえな。すぐ済みますから。ダメだなこれ、企画倒れだわ。なんでですかね。皆さん一人でいるのが不安だからここに来たのに。他人と仲良くするかどうかはまた別ってことでしょう。とりあえず今回は見送りましょうかね。無理に参加させても仕方ありませんから。でも早苗さんがまだ。立花さん、お願いです。今日は挨拶程度ですぐに済みますので、交流会出てきてもらえませんか。私は遠慮します。それだとこの施設に来た意味がなくなってしまうと思うんですよ。少しだけでもいいので顔を見せ。立花さん入りますよ。何ですかあなた、いきなり失礼じゃないですか。おい、ビール。おい、どうしたんだよその顔。いいから、ビールだよ。おい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 。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。年は36だったな。せがれが来たら同い年だよ。うちのもあんたと同じだよ。悪さばっかりしてな。ガキの頃から出来のいい妹とは違って、せがれの方はもうどうしようもなくてよ。そんなバカがな、急にこの店継ぐって言い出しやがったんだよ。こんな商店街さ、誰がどう見たってお先真っ暗だっていうのに。バカだからそんなことに気づきもしねえんだ。でもな、嬉しかったよ。ちゃんと家のことを考えていたと思ってな。まあそんで母ちゃんの生命保険はたいてさ、俺隣のゲーセン買ったんだよ。まあすぐ死にやがったけどよ、ヘマしてもな、生きてりゃ
どっかで取り返しがつくな。あんたも命粗末にすんじゃねえよ。え？揃えてうちに勝ち込む準備しているそうです。矢沢分かってんのか。突き止めました。どうしますか。今夜一気に戦う。その島丸ごとはぶんどってやるよ。すぐ手配します。今まで一人暮らしだった皆さんが他人との交流に抵抗を感じる気持ちは分かります。電話で話す方が気が楽だと思う方もいらっしゃるでしょう。でも私はまず勇気を出して一歩踏み出してみてほしいんです。マザー・テレサは人生の 99% が不幸だったとしても最後の 1% が幸せならその人の人生は幸せなものに変わると言いました。その最後の 1% を充実させるために孤独から抜け出して人と絆を結ぶ必要があるんです。立花さんはたくさんの名刺をお持ちですよね。高い料金を支払って電話サービスを利用するよりかつての仲間やお知り合いに勇気を出して連絡してみるのはどうでしょう。お家の人が心配するから早く帰りなさい。もう少ししたら帰るから。兄貴が戻ってきたら。パパとママはどうしたの。僕がいつまでもここにいたら警備員さえ呼ばなきゃいけないの。大丈夫だからね。ママそのうち思い出すから。だから私はあなたのママじゃないの。お願いだから帰って。だから心配しないでママ。誰か誰もいないの。大丈夫だから。誰かママ帰って。落ち着いてママ。お願いだから帰って。大丈夫。誰か落ち着いて。誰か。私出て行きます。出て行くってそんな。私ああいうの苦手なんです。一人の方が楽なんです。危ないです。こんな夜中に。すいません手伝ってください。なんて
手伝ってください。もういいだろうさ、こんなのただの紙切れだろ。そうですよ、こんなもんただの紙切れですよ。私は仕事一筋で生きてきました。妻も家庭も一切顧みず40年間会社に尽くしました。お世話になりました。皆さんのおかげで無事定年を迎えることができました。第二の人生は妻への罪滅ぼしだと思い、女房孝行に励みたいと思います。いや本当にありがとうございました。お疲れ様でした。でも退職したその日に妻は離婚届を置いていなくなってたんです。それからの私には話をできる相手なんて一人もいませんでした。親しい友人もいないし、仕事でつながってた人たちは私のことなんてもう忘れてますよ。だから立花さんには絆が必要なんじゃないですか。奥さんでもなく仕事先の人でもない新しい絆が。うるせえなおめえは。望んでもいねえやつに無理やり絆を押し付けて本当にそんなもんが幸せなのか。最後の 1% が何だか知んねえけど、そんなんでおめえの人生幸せだって言われても納得いかねえよ。孤独に死を迎えるよりマシよ。それはこいつが決めることだろ。他人と関わって煩わしい思いするより一人でいた方が楽だってこいつ思ってんだろ。だからあんな電話にすがってんだよ。そんな奴は一人で死んで当然じゃねえのか。立花さんは望んで一人になったわけじゃないです。やむにやまれる理由が。孤独に理由なんかねえよ。孤独は選ぶもんだろ。あんたの親父みたいに。バナさん、はい、大変、あなたのご実家が。
ご苦労。飯の時間だ。ホールに来な。骨折もしてなかったんだからよ。そんなしょぼくれてんじゃねえよ。しばらくほっとくしかねえな。嫌なやつから聞いたんですけど、ダンプで突っ込んだの和室組じゃないらしいんですよ。ああ、てめえ自分が何やったか分かってんのかい。いきなり入ってきて何言ってんだてめえ。やめてめえ、どこ行くの。何やってんすか。てめえなんかそんなのはな、和室のやつでも何でもねえんだよ。てめえらはめられたっつってんだよ。和室にいいように踊らされて奴らの地上げ手伝っただけの話だ。まくってんのかこれ。あいつだ、あいつだ。だから彦一さんでもうちの頭には手荒らさせてね。ガキは3人だろ。ガタガタうるせえんだよ。もうサイコロ振っちまったんだ。怪しいと思った奴は全部ぶっ潰すまでだ。なこじゃ、もうめえ。てめえこんなのおい。会長からです。話は全部聞いた。片桐の奴らを巻き込んじまったからには仕方がねえ。どこいい？日本橋。てめえら臭い飯食ってこい。てめえらの島全部鷲津組に譲って手落ちにする。無所から帰ってきたら何も残ってねえもんだと思え。親父、どこだよ。え、なんで、どこ
急性硬膜下血腫です。ああ、まさか。なんだよ。先生の話ではかなり厳しい状況です。応急処置が終わったら以前の本人の意思を尊重してうちの方で看取り介護に入ろうと思ってます。もう手遅れってことか。鍵にはまだ。お前の母ちゃんな、もう死んじまうよ。バイタルチェックは毎日必ず定期的に行っています。渡さん、安心してください。みんなでお世話しますからね。大変お気の毒なことなんですが、明さんが昨日急性硬膜下血腫で病院に運ばれまして、ご親戚やお知り合い会いに来ていただけませんか。お忙しいと思いますが、せめて一目だけでも。電話切らないでください。お願いします。羽鳥さん危篤なんです。一目だけでも会いに来てください。もしもし、もしもし、
前の母ちゃん倒れる前記憶どうだった？泣いてた。なんでかわからないけどママ泣いてた。そっか。おい何やってんだよ。亮太、学校は？宿題終わったの？どうしたの？二人とも。何、亮太泣いてるの？そば見てくれたの。ずっと兄貴と一緒。ずっと。喉渇いたんじゃねえか。なんかお前飲ませてやれ。ちょっとでも食べよ。朝も昼もまだ。大島さん、ここで。うん、よろしく。さ
そろそろ受付に回ります。はい。いや本当によく来てくれたね。俺たちみたいな半端もんが失礼だと思ったんですか。何を言ってるんですか。羽鳥さんもきっと喜んでくれてますよ。彦一さん、どうしました？兄貴どこ行くんですか？まさか彦一さん、樽川のとこに。そっちはもう会長が手打ちにしている。売られた喧嘩買わねえわけいかねえだろ。莉子ちゃんが何でパクられたか分かってるんすか？どけよ。おい、仇が生きがってんじゃねえよ。大事な人が亡くなったのに。あいつよ、死ぬ前に幸せだって言ったんだ。あんた言ったよな、人生の 99% が不幸でも最後の 1% が幸せだったらそいつの人生幸せだって。それよ、本当かもしれねえな。じゃねえか。もう俺さ、俺できること何もねえんだ。幸せなわけねえよ。ああ、こんな若いのに病気になって仕事を捨てて小さいせがれ残して死んじまうなんて幸せなわけねえよ。それでももしこの人が幸せだってあんたに言ったんならな、それはなあんたのしてきたことを覚えていたからだよ。毎日下船閉めて施設へ通ってあんたが必死になって仇になろうと努力したことをこの人は覚えていたからだな。だから幸せだって言えたんだよ。幸せなんて思うな、そうやって必死だってようやくわかるんだ。死ぬ前にちょっとばかりいい思いしたからってたまっかよ。ん？
決めただろ。この人のために敵になるって。もう死んだからってその思い無駄にしていいのか。そんなのよ、クソくらいだよ。てめえらのことごっこに付き合ってる暇ねえんだよ。いいか、俺は俺が好きなように生きてな、好きなように来たまるだけだよ。オーマイソー。分かった、後のことは全部俺がケツを拭く。だがな、いいか泉、くれぐれも片身の奴らに無茶させんじゃねえぞ。はいはい、よしよし。元気元気。今から行くからよ、社長にいるように言っとけ。あのお客さん、気になるんですけど。ああ、わざわざお電話までいただいて何の用ですか。ああ、ハヤブサから奪い取った島全部返してもらおうと思ったよ。冗談でしょう。それが冗談じゃねえんだよ。つうかよ、力ずくでも返してもらわねえと困るんだよ。一人で勝てるとでも思ってるんだもんな。タルカ、俺がここに何しに来たか分かるか。興味ねえな。俺はな、ここに死にに来たんだよ。ああ、楽しませてもらうぜ。ご飯できたよ、ホール行こう。起きたか。
死ねなかったみてえだな。おい、しゃあそんな心配すな。あんた助けに行った仲間もな、みんな部屋でもうんうんうなってるよ。あれはまるで痩せ病院だよ。まああれだな、あんたの人生はまだたっぷり残ってるってことだよ。うん、さないと暮らすことにした。まあそれも悪くねえ気がしたからよ。先に死んだ奴らの分までさ、もうたっぷり生きてな。で最後に幸せだってお前自慢してやんなきゃ。ね。葬式。ん？葬式済んだのかよ。あ、ええ。立花さんたちが随分手伝ってくれたんですよ。孤独死が嫌なら必死になって生きるしかないって、立花さん他の入居者にまで声かけてくれて、あなたのおかげです。私どんな死に方が幸せかってそればっかり考えてた気がします。だから父の考えも分からなかった。まずどんな風に生きるべきかってことを真剣に考え、お前ね、そんなんだからさ、未だにさ旦那もいねえんだよ。ちょっと今それ関係ないでしょ。あるんだよバカ。バカお前どうしてそいつも辛気臭い女なんだよ。旦那どうこうって言うならさ、なんで結婚するって言えばこう言うて、こんなとこでヘビクス言うんじゃねえ。バカ、うるせえんだよ、あっちでやれよ。ごめんなさい。大丈夫ですか。いいよ、体持ちますよ。おい触んなよ。あ、大丈夫。押すなよお前、邪魔だ。 あ、持ちますよ。いいよ。おい、お前歩けてないじゃないですか。持ちますよ。持ってこいよ。じゃあ入りなさい。手を挙げて。面会中は静粛に。重症だな。世話ねえよ。残念だったな、あの人。知ってたのかよ。ミキヤのバカが来やがっからよ。そうか。すまねえな。ああ、あの人の記憶が戻んなきゃいいってずっと思ってたよ。けどあんたにはそんなことどうでもよかったんだよな。かなわねえよな。それに比べて私はどんだけ小さいんだよ。そんな奴に組束ねられるわけねえよな。みんな小さいんだよ。けどよ、なんとか石になって生きていくしかねえだろう。
大事なもん失ってもよ、生きていくしかねえだろ。ゴルフだろ、諦めんなよ。片桐に言われたくねえな。寂しくなったらいつでも会いに来てもいいからね。え？待ってないよ。一人でもいい。大丈夫だから。わかったよ。じゃあ寂しくなったらよ、おめんところに真っ先に逃げ込ましてもらうよ。バカ野郎、最後まで我慢しろよ。じゃあな、リョータ。